強生院は、愛知県知多郡三浜町にある高野山真言宗の寺。本尊は、延命地蔵菩薩で、脇地に、工房大師と、不動明王を祀る、知多半島唯一の高野山真言宗の末寺である。本堂内には600体を超える仏像が祀られており、中でも二村の大黒天は、秘仏となっている。知多高野山、共生院は、 1994年に、当地の大岩手であった森田美京沖縄の寄進により、高野山真言宗の末寺として建立された。本尊の延命地蔵菩薩は、1625年、飛騨の瞑想であった、北京両親が、駅賛と福育を願い一等三類で掘ったと、伝えられる。美京沖縄自身の念次物としていたその地蔵菩薩の無告により、山陰の地、湯の津に、 砂山鉱山を掘り当て、事業の対岸を成就されたという。本堂内に祀られている600体の仏像の大半は大黒天であり、中でも2村の大黒天が秘仏となっている。一村は武装姿の三面大黒天で、通称、新章三面大黒天という。一般的な俵に乗った、ふくよかな姿とは違い、戦闘の武装姿であることが特徴的である。 右面に、モン門店と、左面に、ベザイテ店の顔を合わせ持った三面六臂の大黒店で、ある。財運呈服、海運役除け、病気併優、良縁成就など、ありとあらゆるすべての願いを成就させると伝えられており、中でも、必勝成就といった勝負ごとの霊言は、特に強いとされ、多くのプロスポーツ選手などが祈祷に訪れている。もう一村は、 ふんど姿の大黒天である。共生院、新章三面大黒天新章三面大黒天とふんど大黒天の二尊の秘物は毎年12月7日にご開帳される。共生院、吉章宝土大黒天の持ち物であるうちでの小槌に三面大黒天の盆字が刻印され、ごまの炎で火事をされた後に授与される。自宝の三面大黒天の持ち物である。 うちでの小槌をかたどった、吉祥宝槌が人気。土と柄の部分に、それぞれ使命と願い事が記号され、毎月7日の三面大黒天昇福ごまの際に、ごまの炎で、かじぎ祷された上で授与される。三門をくぐると、左右に、阿弥陀如来、地蔵菩薩の石像が立ち、参拝客を迎えている。奥には、名称庭園が広がり、栗、茶室。 新都会館などがある。毎月7日、三面大黒天昇福後巻祷、大阪にあり主分業天独家寺法は毎月24日、地蔵菩薩園日家寺祈祷釈城家寺法は愛知県、下郡三浜町、野間前川95の4名鉄下新線、野間駅徒歩15分駐車場あり。ありがとうございます。